アレクシ・ド・トクビルの肖像、テオドール・シャセリオーが、1850年カリカチュアー1849年、アレクシ・シャルル・アン・リクレレル・ド・トクビルは、フランス人の政治思想家、法律家、政治家。裁判官からキャリアをスタートさせ、国会議員から外務大臣まで務め、3つの国権すべてに携わった。パリ出身。聖火は、ノルマンディ地方の貴族で、軍人。 大事主という由緒ある家柄だったものの、フランス革命の際に親戚が多数処刑されたことから、リベラル思想について言及を行っていた。その後ジャクソン大統領時代のアメリカに渡り、諸地方を見分しては自由、平等を追求する、新たな価値観をもとに生きる、人々の様子を克明に記述した。三十歳の時、家族の反対を押し切り、英国人でフランスに移民した。 平民階級の3歳年上の女性メアリー・モトレーと結婚。1848年の2月革命の際には革命政府の議員となり、さらに翌年にはバロー内閣の外相として対外問題の解決に尽力した。彼の政治的手腕はなかなか鮮やかなものであったが、1851年、ルイ・ナポレオンのクーデターに巻き込まれて逮捕され、政界を退くことになる。 その後は著述及び研究に没頭する日々を送り、2月革命期を描いた階層録と旧体制と大革命を残し、1859年に母国フランスで肺結核のため54歳の生涯を終えた。フランスが誇る歴史家、知識人である。トクビルが19世紀初頭に当時信仰の民主主義国家であったアメリカ合衆国を旅して表した。 アメリカの民主政治は近代民主主義思想の古典であり、今もなおアメリカの歴史を呼び民主主義の歴史を学ぶ際には欠かせない教科書の一つとなっている。日本では福沢諭吉が紹介している。彼は著作の中で当時のアメリカは近代社会の最先端を突き進んでいるとみなし、新時代の先駆的役割を担うことになるであろうと考えた。だが同時に、 その先には、経済と世論の腐敗した混乱の時代が待ち受けているとも予言している。さらに、民主政治とは、多数派による先制政治だと断じ、その多数派世論を構築するのは新聞、今でいうところのマスコミではないかと考えた。現代のメディアの台頭と、民主主義政治との密接な関わり合いを、いち早く予想していたのである。彼は、大衆世論の腐敗、 混乱に伴う社会の混乱を解決するには、宗教者や学識者、長老政治家など、いわゆる知識人の存在が重要であると考えており、民主政治は大衆の教養水準や生活水準に大きく左右されることを改めて述べている。ありがとうございます。